こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。奈良記念競輪もいよいよ最終日。決勝戦を中心に最終日からレースをピックアップして予想したいと思います。はい。えー、ご覧の9人が決勝のメンバーになります。SS が三谷と武田ですね。 はい。えー、っと、並びとしてはご覧の通りを4分線ですね。えー、ではですね。展開なんですけど、ここはですね。まあ、三谷は、三谷兄弟で、えー、決勝に乗ってきました。 三谷祐樹はこの間のえ高松記念で記念優勝を初成し遂げました。ただ三谷翔太、えお,お兄ちゃんですねえ。こちらの方はまだ記念優勝がありません。ということで三谷祐樹がえ兄の三谷翔太にえ記念初優勝を取らせてあげる流れに なると思います。で、えー、っとですね、前を取るのが、多分、武田だと思います。で、それを早めに、三谷が押さえに行く。で、押さえて先頭に立ったところ、長井が、えー、来るんですけど、これは出させない。 長いは不発に終わる。香川はえ、近畿の後ろに何とか収まろうと降りてくるんですけど、ここはあの武田がですね、降りられる、香川が降りられるとバックを踏むような感じになるんで、譲らないんじゃないかなと思います。結果的には関東の後ろに行くしかないような状況ですね。 で、えー、えー、三谷と長井の先行争いを見て、早坂は叩いていく。で、ここでは三谷はもうフルピッチでかけている状態だと思います。で、早坂ができるのか、三谷が突っ張り切るのか、はたまた三谷が苦し紛れに、早坂の後ろの竹内を 準決勝を同様、どかして、番手に収まるのか。準決勝はあんまり三谷足,足使わずに番手に入れたんですけど、まあ、あや失格ということもありましたし、足を使っているということが決勝戦は考えられるので、番手にはまってもどうなのかな。まあ、もしくは、 宮城の3番手に収まるんですけど、いずれにしても、三谷勇貴は、その時点でもう足を使い切っちゃうんじゃないかなと思います。まあ、三谷翔太が優勝するためには、三谷勇貴が突っ張り切るか、もしくは、えー 早坂の番手を取ってすぐに出ていくかですね。まあその時に早坂もそんなに足使ってないはずなので、早坂は、まあ、準決勝同様ですね、え、金ぐらい、金四角ぐらいの先行だと思うので、やはり、あの、たいが出ていこうとしても激しく抵抗して、 三谷苦し、三谷隆起苦しいんじゃないかなと思います。まあ、当然、三谷翔太も苦しいと。稲垣は、まあ、奈良の三谷兄弟の後ろで、まあ、ガードマンに、徹するんじゃないかなと。まあ、特に、あの、記念って言っても、この奈良で終わりってわけじゃないですから。 あの、向こう、地元向こう町もあるし、特別経理を見えると、この三谷兄弟に恩を売っておきたい、ということはあるかと思います。まあ三谷翔太もですね、結構準決勝、まあ優秀競争でも足を相当使ってるんですよ。そこら辺の貯金が残っているのかなという心配はありますね。 ま、どちらにしましても、そこでですね、前段が、足を消耗してしまうんじゃないかなと思いまして、最後足を溜めて、まくってくる、武田を、のまくりを本命にしました。この時に、まあ、スピード差があって、あっさり、 できれれば、ー野もついてきて、準決勝結構いいとこまでコー野も迫ったので、決勝に関しては、気遣いなく抜きに行くことが考えられるんじゃないかなと。なので、えー、裏の良さも必要です。一方で、 もしかしたら、早坂の後ろに三谷がハマっても、もしくは三番手でも、三谷は足を使ってるんで、交代していってしまうんじゃないかなと。そういう時には、もう裸逃げになった早坂に、武田がまくってきての力を両立。 三二二三。3 3ですね。あとは、まあ、三谷が、あの、早坂を出来出さずに頑張った場合の、えー、稲垣や、あの、三谷翔太の絡み。まあ、ちょっと香川も気になったんですけど、長井の後ろからどういううに立て直していくのかな。すんなにあの、切り替えられれば、 いいんですけど、まあ、もしくは、武田が足を使ってくれればいいんですけど、まあ、狙いすましたまくり、武田がなるんじゃないかなと思いまして、評価を下げました。まあ、あるとしても3着かなと思います。はい、えー、残り2レースは、えー、はい、えー、 メインレースの前のレースになります。まずは、えー、その中から7レースの特選をピックアップしました。値段は中川が出るレースですね。はい、えー、ここは4分線なんですけど、えー、先行するのが唯一3社のラインの遠くだと思います。 小酒っていうのかなえー、6番車が、の、小酒井かなが行って、桜井が、まあ、番手まくりも用意して抜け出します。そこに、あの、自力選手が、えー、まくってくる、3、3から197を、理解しを上げてみました。10レースの特別優秀です。 えー、こちらはですね、三分線なんですけど、あ、これもですね、マキタが松谷の前で逃げて、まあ、二段掛けの競争になりますね。また、ケイも、後ろが別地区とはいえ、決まり手を見ると、 逃げが10、まくりが1なので、できらないと話にならないので、無理やりでも叩いていこうとはするんですけど、できれないんじゃないかな。まあ、もしくは、うまく松谷がさばいて、牧田を番手に入れさせるということも考えられますね。なので、ちょっと厳しいんじゃないかなと。 まあその時に北のや、林がどうするかですよね。まあうまく3番の後ろにはまり込めばいいんですね。まあこの3番の後ろに誰がはまり込むか。多分6番の小松は直で行くと思いますし、西本も好きあれば、 狙ってきそうな気はしますね。もちろん、あの、5番が、の竹内が不発になって降りてくる北野や林も、ここを取りに来るでしょうから、この3番手は結構もつれるんじゃないかなと思います。まあ、どちらにしてよ、巻田が行って、松田に林を抜け出し、 93折り返しとしてますけど、三林の刺し目は薄めで、となりますで。3着が直で回ってくるだろう、小松。えー、まくりを追い込んでくるだろう、西本。まきがもし、あの、竹内を番手には入れる展開でしたら、 残り目も、番手まくりじゃなくて残り目もあるかもしれません。そちらの4。それから、あの、北の林の中部、両者がうまく降りてきこれた場合ですね。この68417を三着候補に挙げたいと思います。と、93がだと相当安くなると思うんで、 三連単がこれは主体ですね。はい、以上。奈良記念最終日の予想をお送りいたしました。Twitter、ブログやっております。説明欄に記載しておりますので、よければアクセスしてください。 チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いいたします。また最後の20秒で関連動画や動画のプレイリストも、えー、こちらの画面に表示いたしますのでお時間があれば見に行ってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。